クリストファー・リン・デイビスは、アメリカ合衆国テキサス州、ロングビュー出身のプロ野球選手。ウト左だ。MLB のボルチモアオリオールズ所属。ニックネームはクラッシュ。2004年の MLB ドラフトで、ニューヨークヤンキースから50巡目で指名されたが、契約には至らなかった。2005年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから35巡目で、指名を受けたが、 契約には至らなかった。2006年の MLB ドラフト5巡目でテキサスレンジャーズに入団。2007年に A 級ベーカーズフィールドブレイズと AA 級フリスコ、ラフライダーズで1 5 3三ながら打率。297、36本塁が118打点を記録。オフにベースボールアメリカ史からレンジャーズでエルビス・アンドラスに次ぐ2位。 全体では65位の有望株に選ばれた。レンジャーズ時代2008年6月26日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。シーズン終了までに80試合に出場して打率。285、17本塁打、55打点、オプス、880の成績だった。2009年は MLB 史上最速の219打数目で、 シーズン1 0 3三審に到達。最終的に113試合に出場し21本塁打を放った。2010年はジャスティン・スモーク、ミッチ・モア・ランドラの台頭などにより出番は減少した。2011年はトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスで48試合に出場し打率36824本塁打という成績を残した。 2011年7月30日に、上原浩二とのトレードで、トミー・ハンターと共にボルチモア・オリオールズへ移籍した。2012年5月6日の、ボストン・レッドソックス戦では延長戦が長引いたことで、両チーム共に控え投手がいなくなったため、レッドソックスは、外野手のダーネル・マクドナルド、オリオールズは、短大時代に、リリーフ投手の経験があるデビスが緊急登板。 9 2マイル m ワーの速球やチェンジアップを駆使し、強打者のエイドリアン・ゴンザレスやジャロット・サルタラ・マッキアから三振を奪うなどにイニングを無失点に抑え、勝利投手となった。スコアは9から6。2013年は開幕から好調で前半戦だけで37、本塁打を記録した。また、オールスターゲームにも最多投票で選出された。 本人の希望とロビンソンカノの使命もあり、本類打競争にも出場した。結局53本類打、138打点で、アメリカンリーグの本類打王、打点王の2冠のタイトルを獲得した。同一シーズンでの42類打、50本類打達成は、ベイブルース、アルバートベル以来史上3人目の快挙だった。2014年1月17日に、 オリオールズと1035万ドルの1年契約に合意した。9月12日に薬物検査の際、アンフェタミンに陽性反応を示したため、25試合の出場停止処分を受けた。この出場停止処分がありながら、規定打席に到達したが、打率196、26本塁打、72打点と、打撃3部門で前年から大きく数字を落とした。 2015年8月10日の対シアトルマリナーズ戦で、センター後方に3 5本塁打を打ち込み、2シーズンぶりに30本塁打に到達した。その後も本塁打を量産し、10月4日のレギュラーシーズン最終戦では2本塁打を記録。この2本で47本塁打とし、2位のネルソン・クルーズとの差を3本に伸ばして、自身2度目となるアリーグ本塁打王のタイトルを獲得した。 また、これは2015年の MLB では、最多の本数でもあったにもかかわらずホームランを5本もキャッチされた。一方で、前回本塁打王を獲得した2013年と同様、三振の数も本塁打と比例して増大し、史上5人目の2 0三振となる、メジャーワーストの208三振を喫した。同年に FA 資格を得たため、11月2日に FA となった。 2016年1月21日に、オリオールズと7年総額1億6100万ドルで契約を結んだ。本類打王になった翌年は不審になるという前回のジンクス同様、この年もシーズン通じて打率が上がらずに、最終打率は221に止まった。また、マーク・レイノルズ以来となる2年連続200長活、自己ワーストを更新するアメリカンリーグ歴代2位。 MLB 歴代ワースト3位の219三振を喫した。ホームランこそ38本放ったものの、打点も100に届かなかった。2017年は、故障による1ヶ月の欠場があり、打撃3部門で前年よりも成績を落とした。2018年は、開幕から成績が低迷し、7月頃には、ロブディアーとダイアグラが保持していた、歴代最低の年間打率。 179を更新するのではないかと言われるようになった。9月5日には記録更新を回避できる打率。180まで持ち直していたものの、そこから37打数1アンダー、23新と不振を極め、シーズン残り4試合となった時点で、監督のバックショーウォルターは今季これ以上デイビスを起用しないと発表した。結局、規定打席到達者としての、 メジャー史上最低年間打率を更新する。168でシーズンを終えた。2019年4月13日、シーズン初の安打を記録した。前年9月14日以来となる安打で、その間デイビスは54打数、62打席に渡って無安打を続けていた。これにより、従来の野手のメジャーリーグ最長記録であるエウヘニオ、 ベレスの46打数連続無安打と、トニー・バナザードの57打席連続無安打の両方を更新した。7年契約の5年目となる2020年は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、全60試合に短縮される。怪我と打撃不振の影響で16試合の出場に止まり、打率、115、打点1、本塁打は、 MLB 昇格後初めて0本に終わった。2011年まではマイナーリーグのトリプル A 級ではトップクラスの成績を記録するがメジャーリーグに昇格すると結果を出せない典型的なクアッド A 級選手であった。1 0 0眼にかけ低出塁率と三振の多さという致命的な欠点を解消できずにいた。しかし2012年はメジャーに定着して33。 本類打を放ち、2013年には本類打王と打点王を獲得した。ありがとうございます。